近江鉄道800系電車。近江鉄道800系電車。大江鉄,鉄道800系電車は、近江鉄道の通勤型電車である。なお、本校では本系式と種車を同じくする820系についても合わせて記述する。本系列は西部401系を1991年、平成3年から1997年、平成9年にかけて譲り受け、 自社彦根工場にて改造の上で登場したもので、近江八万、高尾川寄りからもハ800系、820系からもハ1800系1820系の順に編成されている。以下に、全車共通の改造項目を記す。主要機器に関しては、上述制動装置の改造以外はほぼ西部在籍当時のまま、使用されている。車体塗装は、西部時代と変わらず、 黄色一式とされており、本系列全編成の標準塗装となっている。また、現在、従来ステンレス地剥き出しで無塗装とされていた、客用扉の黄色塗装化及び、シートモケットの更新、吊り革の交換が順次施行されている。15編成計30両を数えた、元401系譲り受け者のうち大半が、本系列に改造され、2015年、 平成27年3月現在13編成26両が在籍している。2015年平成27年後半から扉の開閉時に明動するドアチャイムの新設が行われている。本系列のうち11編成22両を占める基幹形式である。正面形状が220系類似の額縁タイプの3面折り爪形態に全小灯及び標識灯が 角型タイプの一体ケース収納型に改造されているが、本形式では非貫通構造とされた点が異なる。また、主車401系の形態上の相違点の存在や、改造が長期にわたっていることから、編成ごとに、形態の差異が見られる。以下、編成ごとに、仕様の詳細を述べる。なお、竣工に際しては800系は、 前編成とも大見鉄道従来車の改造扱いとされ、西武鉄道時代からの車席は継承されていない。1999年、平成11年登場。ガネ車は元403階である。普通屋根、露出型アマドイ間の初期型車体を持ち、本系列のトップナンバー編成として1993年、平成5年に進行していたが、 落成当初は1801が、電装解除されて 1M1T 編成であったことや、パンタグラフが二期搭載のままとされていたこと、車体塗装が220型と同じライオンズカラーで、あったこと等がその後に登場した編成異なっていた。しかし、竣工後妖怪地線の車両限界に定職することが判明し、改良工事が完了するまで、約6年もの間使用されることなく、 彦根工場構内に放置されていたという経歴を持つ。1999年、平成11年に、ようやく営業運転を開始したが、その際801のパンタグラフを一気撤去し、1801を再度減想して、他編成と仕様を揃えている。長らく本系列唯一のライオンズカラー編成として、使用されていたが、2009年、 平成21年の定期検査の際に黄色一式塗装化され、同時に客用扉の黄色塗装化も実施されている。なお、本編成は二代目ギャラリートレインとして使用されて、いたが塗装変更を機にその座を805回に譲っている。ちなみに塗装変更前のライオンズカラーでギャラリートレインだった時はギャラートレーンのヘッドマークが取り外されることがなかったため近年、 デビュー時には見られた貫通扉に描かれているヘッドマークの下のレオが見られることはなかった。同様のものは220型出られる。2012年、平成24年には特定健康審査、眼検診の受診を啓発する広告編成となり、滋賀県のキャラクター、キャッフィーをメインにピンク色を基調としたデザインで運行していたが、本線走行中に雷による 制御機等故障に伴い走行不可となった。その後804編成と入れ替わる形で、彦根工場の片隅にて、除籍扱いで展示されていたが、2017年、平成29年のクリスマス前後に、機関車台と部品取り用の西武鉄道新101系、雲葉291と一緒に解体された。最初に、廃車、除籍され解体された800系となる。 1998年、平成10年登場。種社は、元425階である。前述のように801階が遅れて、営業運転に就いたため、事実上のトップナンバー編成として竣工している。当初より、車体塗装が、黄色一式とされたことや、2M 編成として竣工したこと、パンタグラフが一気搭載とされたこと以外は801階に、準じるが、 張り上げ屋根の後期型車体を持つため外観から受ける、印は異なる。なお、本編成は2002年、平成14年から大道ドリンク車の広告編成となっており、大々塗装をベースに、同社の広告がラッピングされた姿で使用されている。2002年のデビュー当初は、元の黄色の車体に、大々のラッピングテープを貼り付けたラッピング車であったが、 その後も大道ドリンク社が広告として継続していたため2003年平成15年よりデインを変更するとともに直接車体に大々の塗装をしその上缶コーヒーなどの写真をシールとして貼るという形態に変更されたその後もラッピングは継続し2006年平成18年のにも再びデザインが変更されたなおラッピングを実施されている 期間中にも他の車両などの運用の都合によっては、代々一式のまま、彦根車庫に留置されたり運用されたりもしている。2010年、平成22年には、上半分が薄い代々、下半分が白、全体に缶コーヒーのシールと、焦げ茶色の反転模様という、従来とは全く違うデザインに一新した。1999年、平成11年登場。 タネシは元415階である。801階と同一形態の初期型車体を持つが、こちらは当初から黄色一式塗装で巡工した。初代ギャラリートレインとして使用された後、2008年、平成20年にシートモケットの交換を及び、客用扉の黄色塗装化が施行されている。1999年、平成11年登場。タネシは、 元423階である。本編成は、普通屋根、埋め込み型窓移住間の中期型車体を持つが、客用扉窓固定指示が、金属押さえタイプであるほか、座席肘掛けが網だない体型である、等、後期型との接中設計となっていることが、特徴である。2000年、平成12年登場。種車は、元417階である。 804階と同一形態の中期型車体を持つが、こちらは、客用扉固定指示が H ゴムタイプで、座席肘掛けも丸型である、等、標準的な仕様とされている点が異なる。本編成も、座席モケットの交換が施行され、現在3代目ギャラリートレインとして使用されている。2000年、平成12年登場。種車は、元421階である。 805回と同一形態の中期型車体で各種仕様も同一である。2006年、平成18年の定期検査の際、車体再塗装と同時に客用扉の黄色塗装化が施され、この形態が標準仕様として現在多編成にも波及しつつある。また本編成も座席モケットの交換を施行しているが、同時に乗務員室直後の座席が撤去され、 車椅子スペースが新設されている。2011年、平成23年には、大見鉄道で、映画、軽音、公開記念スタンプラリーが実施されたのに伴い、スタンプラリー告知の車体シールが掲出された。スタンプラリー告知の車体シールの掲出期間は、スタンプラリー実施期間の12月3日から12月31日と、 同期間と大見鉄道ホームページでは告知したが、終了が年末ということもあり、年が明けて2012年、平成24年になってもしばらく形出された、ままだった。2012年、平成24年9月より、ビワコビエンナーレ2012の開催に伴って、ビワコビエンナーレの告知の車体シールが提出され、等編成を使用した、電車茶会も開催された。 2002年、平成14年登場。種社は元413階である。801階803階と同一形態の初期型車体を持つが、本編成より車内外の仕様に変化が生じている。蒸気仕様は以降の本系列改造に際しても踏襲されることとなった。また、本編成より改造時に、 車体全体の再塗装が行われるようになっている。本編成は、イベント用電気回路を装備しており、毎年夏季に運行されるビアデン一番絞り強盗、イベント列車運行の際は、本編成が使用される。なお、本編成も、座席モケットの交換が施行されている。2002年、平成14年登場。種車は、元433回である。 802回と同一形態の後期型車体である、他807回の使用を踏襲している。本編成は2006年、平成18年により、エレベーター大手製造会社フジテックの広告編成となり、赤塗装をベースに、同社の広告がラッピングされた姿で使用されていた。2017年、平成29年2月11日より、 豊里と赤根ラッピング車両として運転されている。2003年、平成15年登場。種車は元435階である。802階808階と同一形態の後期型車体で、各種仕様も809階に準じるが、運賃箱が廃車となった LE10K12 からの発生品であったことが異なる。本編成は2009年。 平成21年4月より、大見キャラデン、石田光にゃん島佐子にゃん号として、運行を開始し、802回同様のオレンジ塗装をベースに、キャラクターのラッピングが施されたほか、車内座席もケットも水色地に、キャラクターの画像がプリントされた、専用のものと交換されている。また、同時に運賃箱が807回以降で採用された、新型のものに交換された。 2005年、平成17年4月登場。種車は、元427回である。本編成は802回、808回、809回と、同様後期型車体であるものの、客用扉窓固定指示が、H ゴムタイプであるほか、座席肘掛けが丸型である、等、初期、中期型との接中設計となっていることが、特徴である。なお、本編成は、 当初 700K702 回として、竣工予定であったが、諸事情から急遽 800K に設計変更された、経歴をつ。本編成も、座席モケットの交換を施行されている。本編成は2010年、平成22年4月より、日本コカ・コーラ社の広告編成となり、白と赤のツートンカラーに塗装変更された上で、コカ・コーラのロゴなどのラッピングが施されている。 2015年、平成27年9月より、ピンク一色の塗装になっている。この時点ではラッピングされるのかは不明だった。2015年、平成27年10月より、特定健康審査、眼検診の受診を啓発する滋賀県のキャラクター、滋賀のハグクミをメインにした広告編成となり、ピンク色を基調としたデザインになっている。2009年、 平成21年4月登場。種ネは、元411回で80、801回、803回、807回と、同一形態の初期型車体を持つ。なお、本編成は、当初から客用扉が黄色塗装とされ、座席モケットも青色モケットに交換された上で、竣行している。2012年、平成24年に、11月2日公開の映画、 のぼうの城に合わせ沿線が舞台ということもあり、10月1日より映画、のぼうの城公開記念ラッピング電車ロケ写真展号が運転されてお車内では映画、のぼうの城写真展を開催している。また、ラッピング電車の運行に合わせて10月14日から、大見鉄道では映画、のぼうの城公開記念乗車券も発売された。本編成は2015年。 平成27年4月より、伊藤園の広告編成となり、黄緑と小緑に塗装変更された上で多いお茶のロゴなどのラッピングが施されている。種社は同じく西部401系であり、基本仕様も800系806回以前の編成と同一であるが、コスト削減のため改造内容が簡易化されたため別形式に区分される。車体関連の改造は、 裾角の切り欠きと、正面ステンレスカザリータの撤去程度に止まっており、800系と比較すると西部401系時代の原型を比較的保っている。2編成4両が在籍するが、本形式は改造時期がほぼ同時期であることに加え、主車が同一仕様であり、形態的な差異はない。なお、両編成とも800系と異なり、 大江鉄道従来車からの車席継承は行わず、西武鉄道時代からの車席がそのまま引き継がれている。巡工は822回が1997年、平成9年3月と早く、追って、同年8月に821回が巡工している。1997年、平成9年8月登場。種車は元429回。 張り上げ屋根の後期型を種車とする。2011年の彦根工場での検査に合わせ、車体ドアのステンレス部分まで黄色に塗装され、822回と差ができた。1997年、平成9年3月登場は、元431回が種車で、821回同様、張り上げ屋根の後期型を種車とする。2012年、 平成24年4月6日から、滋賀県警、JA 共済滋賀県本部の広告編成、パトカー電車となっていた。2016年、平成28年6月16日から創立120周年を記念して、赤電の塗装となっている赤電による団体列車も数回行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。